はい、どうも、後藤さんです。やってきましたね。ブルーレイの発売に合わせて、スタンピードの、まあ、新しいガチャが来たということで、今回は、クロコダイルとバギーかなが追加されたということなので、その2点を狙ったガチャになるんですけど、まあ、そんな甘くなさそうな感じはするんですけど、ちょっと割合を確率で見ていきたいと思います。44連で確定っていうことなんですけど、まあ、どっちが欲しいかっていうのがちょっと微妙でね、できたら両方とも当てたいんですけど、道中の確率がどんなものなのかで、赤髪とかは赤髪海賊団とかは狙いたいって言っても確率やっぱりこういう時はまあ低いですね。 0.067 とかなんで、いや 0.077 か 0.1% もないので、ですね、1000分の1も1400分の1とかになるので、赤髪はちょっと狙えないかなと。で、星5で出るんじゃないかな。クロコダイル、ありましたね、 0.511 か2体を寄せて 1.021% ということなんで、100分の1か、まあ、44連までにどっちか道中で出てくれればかぶんないことを祈るっていうことですね。でもまあちょっとどこまで回すか分かんないんですけど、まあどっちか出てくれたら終わりでもいいかなと思ってます。30連ぐらいねかかっちゃったらちょっと44年までも、おお、赤髪いると、赤髪そんなに出ないと思ったんですけど、まあ新しい新キャラじゃないから、もう2枚もちょっとすごいですね。さあ、え、1枚目すんこれだよね。いや、え、ちょっともう、え、 0.5% が1枚目で出るの。まあまあまあ、こんなこともありますけど、赤髪ちょっと見よう。はいはい、まあまあまあ、そんな赤髪はね、目新しいこともなく、え、これでバギーとかをどうしよう、44連まで追うかな。クロコダイル出ちゃいましたね。30個で回せてるからな。いや、もうちょっとね、バギーとかも、バギーの方が能力的にはちょっと魅力的だったんですけど、10連しかも 1体目で出ちゃったので、もうわけは、そうですよね、これですよね、なんか光ってますね。ありがとうございます。そっか、ちょっと動画にもならねえな、どうしよう。石がね、あと80個なんで、どうせ10連、まあ課金してまでじゃあ行くかっていうとちょっと微妙なので、ちょっと動画どうしようかな。この動画を出すかどうかもちょっと悩むんですけど、まあ、他の動画とね、ちょっと次のガチャとかにつけておまけみたいな形で出そうかなと思いますが、はい、すいません、なんか今回もこれでいいかな。今回のなんかね、バレットとか使うのかな、ちょっと使わなくてもいけそうな感じなのでね、ガチャ回したんですけど、ちょっとあと150個石を使うのはちょっと諦めて、今回は、まあ、ちょっと育成してね使っていきたいと思いますが、この後に来るいろんなガチャがあると思うので、6周年に向けてちょっと残しておこうかなとか思います。ちょっとこんな感じで解放して、いやー、あっさり来ちゃいましたね。ありがとうございます。うん、まあまあ1回回しは良かったっていうふうに思うところもあるんですけど、 0.5% がねこんなんで来たので、ちょっとまた考えていきたいと思います。ちょっと最近ねガチャが多すぎるので、まだね、冒険の開始する時のウソップも手に入れてませんし、ちょっと次のガチャどういうの来るかちょっと待ちながらね様子見たいと思います。まあ多分他の動画はこの後につけちゃうと思いますけど、はい、まあ一旦ここで次のガチャの動画に行くのかな。まあこれだけであげることはないと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、どうも、ゴトさんです。やってきました、新しいピックアップタイプ祭で、ソゲキングがね追加されて、でここに載ってるキャロットとかね、まあタシギとかかなり強いのがいるんですけど、今回なんと22連目で、多分この酒場確定みたいなのが258が酒場キャラ確定という恐ろしいピックアップ、4分の1で新キャラが当たるという、まあ、確率どうなってるのかちょっと見たいと思いますが、すごいですね、これ持ってないキャラ、まあ、今回は優しいと思うので、ちょっとこれ、まあ、ソゲキングをね、1点狙いになっちゃうんですけど、狙っていきたいと思います。まあ、前回がね、ちょっと1回転目で、まあ、クロコダイルが出るという恐ろしいことをしたので、今回そんな神引きはないと思うんですけど、フェス券を狙うというよりは、星5で実装になるのかな、ちょっと最近ね、本当
なんかこう新キャラ色変えてくれたりしてくれると嬉しいんですけど、探すのなかなか大変ですよね。どこだ、星5のどこだどこだ、あった、狙撃キング 0.639 か、星5で 0.639、 まあそれやっぱり高くないですね。200分の1なんで、まあ、確定枠で狙うっていう形ですからね。で22連目のところ、3分の1 33.3% の狙撃キングで、キャロット金右衛門タシギが 22% ずつと、おすごいな。ただまあ3分の1か、でもまあ22連とかいろんなところでねそういう得点がついているので、で33連目かな、最終タイプ源確定っていうところが、星4はシーザークラウンまでか、それ以降のやつの狙撃キング、あそれでも 4.4 厳しいですね。なるほど、じゃあ、まあ、狙撃キングの1点狙いは、まあ、ちょっと22連とかそういうところの酒場確定で狙うっていう感じですかね。道中でくれば 0.6 なのでかなり運がいいということで、22連までの道中で来るのはちょっと厳しいかもしれないですけど、狙っていきたいと思います。どうかな、さあじゃあ行きましょう。いやドキドキしますね。さあ10連目、ここでどんぐらい来るかな、タイプ券意外とこのガチャで出てくれる、道中で2体ぐらい出てくれたりするので、さあパンパン行きますけど、おおえええおいきなり、えすげえな、4体もタイプ、えウソップ出たでしょ、ドフィーも出たし、いや、なんか すげえ出てる気が、あれなんかいいですね。さあ22連目、このもう最後の11枚目、もうここの3分の1を引ければ勝ち。さあトゲキング1点狙い、道中で止まってもいいけど、さあどうだ、さあ、あ止まった、マジか、ありがとうございます。15連ぐらい、うわすごいな、いやなんか最近いい感じですね。いやいや、あ進化して出てきましたね。いやタイプ源もすっげえ出てきたし、いやおー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 、3分の1も引けてた、神引きですね、ありがとうございます。もう勝ちは勝ちで、いやクロコダイルといい、なんか今回のこの6周年に向けてのガチャはいい感じで引けてるので、まあこれでまた今日のねイベントとかもいろいろ周回していきたいと思います。いやー、まあホーディが出すぎましたね。 1,2 進化庫も出たので3体かで、そうですね、これのドフィーも出たし、はい、ウソランドか、ウソランドも出たし、なんか他に、あそうか、コアラも出てくれてますね。これ確かタイプ源だったよな。狙撃キング2体。いやーいい。なんて素晴らしい。ありがとうございます。もうちょっと、充実しましたね。まあ、サポートがね、ついてきてるので、重ねていきたいところもあったので、ちょっと、フォーディーはなんか、溢れちゃいそうな感じですけど、いやーいろいろね、イベントも終わってますので、いや、皆さん、6周年に向けてね、まあ、楽しんでいきましょう。ちょっと今回ガチャ2個つなげてると思いますけど、ちょっと途中でね、あの確率の説明入ったりして見づらかったと思いますが、ちょっと短い動画連続になっちゃうよりはいいかなと思ったので、すいません、なんか見づらかったら。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。